んにちは、いつもありがとうございます。ワルソネコのコペです。どうもお世話になります。ワルソネコのタックスです。2023年2月28日のワルソネコニュースラジオになります。はいはい、もう2月終わりですよ。2月終わりか。もうね、確定申告もせないかんのやけど、うん、まあ明日からね、うん、あのディズニープラスでマンダロリアンのシーズン3が始まるから。あ、そっちも忙しいな。まあ、やけど、まあ そういうのはね、それはちょっと置いとって、4月にね、うん、やっと新作が。そうですね、もう今年最初にブライスショップに置いてくるのがこの子ということになるのかな。ね、うん、ファイティンミルクサラン兵が発表になりました。はいはい、まあだいぶ前から発表されてるし、はい、あともうずいぶん前からもう最終というか、うん、チラ見せも出てるから。そうですね、だからなんかもう知っとるよっていう方もおられると思うんですけど、うん、一応なんかあのね、英語でしかなんか名前が出てなかったっていうのがあって、はいはいはい、今回なんかファイティングじゃなくてファイティン、はいはい、でサラン兵じゃなくてサラン兵やったっていうのが。なるほど、これまたあの社長の方が韓国ドラマハマっとるんで、その辺がすごく意識されてるなっていうのがもうこのタイトルで分かる通り、まあその辺の影響もなんか多分にある内容ということで、うん、ちょっと詳細見ていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。というわけでファイティンミルクサラン兵の発売日なんですけど、2023年4月予定ということで、まだなんか日付は詳細出ておりません。そうやね、まあ、いつかはちょっとわからんけど、まあ、4月中には出ると思うし、まあ、そうですね、こっから先その工場がどうやこうやもちょっとなくなるけど、もうむしろなんかインフルエンザの方が、あ、ちょっとその辺も心配ですよね。逆になんかその大人の間で流行らんと子供がちょっと増えてきてるからびっくりして、うんうん、そういうのもね、やっぱり心配なところではあるんですけど、卒業式近いのね、ね、うん、それはまあ置いときまして、はい、今回なんかメーカー希望小売価格が 19,690 円と2万円内に収まっています。まあ、正直この服だったらこんなもんかなっていうのが、うん、だけどまあ物数としてはなんかそれなりについてる感じもあるので、やっぱり小物の数っていうのが一時やっぱりあのバッと服があって、はい、靴があって、うん、なんかもうあと飾りが一つ二つつくかなぐらいで終わってしまうこと多かったんですけど、なんか今回やっぱりワンピースがあって服があって上着があってみたいな感じになっているので、はいはい、小物の点数としてはまあまあ多いのではないかなということで、そしたらまあ小物も気になるところで先にその仕様の方を見ていきましょうか。はい、では仕様の方を確認していきます。はい、フェイスタイプは変わらずラディエンスエボリューション、まあ、これはね、はい、うん、そしてフェイスカラーがフェアということでナチュラルスキンですね。ちょっと血色がいい感じかな。どのぐらいのやろね。ですね。でそこにヘアカラー金髪がきます。あ、金髪って書いてるけども、この辺はもう何よ、ハンドルの遊び具合が。そう、金髪は振れ幅すごいので、すごいな。もうなんか最終仕様が出ないとっていうところではあるんですけど、はいはい、過去にやっぱり動画でその金髪の振れ幅についての動画もあるから、それ見たらわかるから。そうやね、金髪っていうか黄色やないかいみたいなんから始まって、もう本当にプラチナに近い感じの金髪もありますので、まあ、その辺の遊びもあってブライスということで。まあそうですね、うん、でヘアスタイルは前髪のあるパーマのかかったロングヘアって、まあ定番な感じですけど、なんか本当に定番やね、はい、うん、ただ今回コーム付きのリボンの形のエクステ付きということで、はい、頭の上に乗っかってるあのリボン型になっているのが、あれが髪の毛で作ってあるってことですよね。なるほど、だからもうそれのなんか付け外しっていうのができて、うんうんうん、またちょっと雰囲気が変えられるっていうところになると思います。エクステの分だったら最近で言えば、まあ、ちょっと古いけど最近ならんけどね、ユニコーンメイデンとかが。あ、そうですね、ユニコーンメイデンはなんかのプラチナホワイトついてましたんで、そうそうそう、あれはなんかこう長いのが2本ついてる状態やったんですけど、うん、それとまた違う感じのがついてきたなということで、このリボン型になってんのかね。もう最初からこれで作り付けっていうことになりますよね、はいはいはい、ちょっとそれ楽しみやね。はい、もう最初ねヘアアレンジせないかんのかと思ってね、うん、ちょっとビクビクしたんですけどね。そしたらメイクですね。メイクまずアイシャドウはライトブラウン、はい、定番ですね、うん、そしてリップが今回ちょっと特殊です、はい、ポッテリのマスクなんですけど、あ、これは何なの、今までと違うっていうことなの、逆に今までポッテリやったんかどうかが、あのこれまではぷっくりやったのが、はいはい、今回ポッテリなんですね。あ、なるほど、塗装の仕方によってそうなったのかどうかもこれ分からんね。ですね。でそのポッテリマスクに対してまず、はい、内側がクリアのチェリーピンク、はい、そして外側がピンクにぼかしてあるということで、まあよくあるぼかしの、そうですね、これ普通のぼかしリップやったら真ん中にバンと一色乗せて、うん、それがふわっといくんですけど、はい、どうも二色使いなのかっていう。そうやね、一応なんかクリアのチェリーピンクとピンクの重ねというかずらしというか、そういう感じになってるのかなと。エアブラシの加減でボケ取るとかそういうんではなさそうやね。ねえ、なんか二段階かかたしとるかなっていう、うん、これもまたね、あの実際見てみたら印象が変わるかもしれないので、あとはね個体差かどうかがわからんのよ。あ、そうですね、やっぱりちょっと前にあのアリスとかが、そうですね、タイムアフターアリスの時、うちなんか真ん中の方ばっかり濃いおちょぼ口が来たじゃないですか。そう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 、ああいう個体差が出るのかどうかも気になるところですよね。うん、か個体差が大きいようだったら店頭で選べるお店っていうのがすごい重宝されると思うし、その辺は気になりますね。この辺はね、ブライスが将来的に担保印刷かなってきたらあれなんやけど、やっぱりブライスってほっぺたの高さとか、うん、鼻のその何、線虫線の分が取れてないとか、顎の、まあ何、うん、センターじゃないとかあるやん、はいはい、その辺があるから難しいかなと思うし、そうですね、まあ、やっぱりまあ人の手になるとこなんかね、うん、でチークは、チークはピンクですね。おー、もうこれは定番っていう感じしますね。
そしてアイカラーなんですけど、向かって右のパープルだけが特色ということで、はい、ほんだ一色だけ。そうですね、あとは全部デフォルトということで。あ、そうなんや。で一応なんかイラストの方が向かって左側が緑になっているので、これはもう確定なのかな、ね、ということで、うん、だから残りの基本色っていうのがもういつも通りのセンターだったらピンクとオレンジになるんですけど、なるかな。だからここになんかブルーが入ってくるのかどうかっていうのもわからないので、はいはい、他のところにブルーがいっとるかもしれん ね。あくまで基本色のどれかが来ると思っておけばいいと思います、うん。まあ、この辺はまた最終でいろいろ分かってくるとかあると思うんで、はい。では次にセット内容のなんか分かる範囲で確認していきましょう。こうやって見たらあれやね、文字がバーッと並んでるやん、はい、あんまり入ってない思ったけどちょっとあるんやね。いや、ありますよ、はいはいはい。まずそしたら左上からいきますね、はい。さっき言ってましてエクステンションウィッグっていう書き方になってたんですけど、そういう名前ね。エクステンションでもありウィッグでもあるんや。だからウィッグになってしまったらあの被せてしまう感じになるんですけど、はい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 、これはあくまでエクステなので部分ということになりますね。そうなんや、はい。でこれはもうコームがついているので多分後ろから刺したら綺麗にいくんじゃないかなっていうのと、うん、あともう最初からリボンの形になっていますよということで、髪色はもう同じものでやっとってやってくれてると思います。真ん中のとこだけ髪でやっとんじゃなくて、今これちょっとパッと見た感じ、うん、あのバンドというかリボンみたいな感じになってるのかね。これがねどっちなのかがわからないですよね、今の段階では、うん。その辺は紙でこう何を真ん中くくっとんか、うん、もしくはあの何をおせちに入ったあの昆布みたいな真ん中紐でくくっとんかがなるほど。あれなんだ、かんぴょうかなんかでくくってんの。あ、そうか、かんぴょうかな。かんぴょうやろ。まあそれは多いとね、うん、もうそれかんぴょうにしてしもたらあれなんで、まあな、まあ、かんぴょうに変えとったらわからんの。いやいやいや、まあ、それはわかるか。いや、そういうドッキリを仕掛けない、はいはいはい、うん。で次ですね、サンバイザーですね。この白いサンバイザーなんですけど、はい、バックにリボンを飾っているっていう表記がありまして、あ、じゃあ後ろに。そうですね、今この段階では全然見えてないんですけど、ね、どうもリボンついてるらしいよっていうのが書かれていました。多分まあ赤なんかね。じゃあその可能性はありますね、うん、色まではちょっと計り知れないところがあるんですけど、はいはい。そしてワンピースです、はい。このギンガムチェックの方はワンピースになります、うん、小さなフリルを飾ったチェック柄のミニ丈ということで、確かに短いですよね。相当やもんね。でもこのワンピースを超える短さのもんがまたついとるように見えるんやけど、ね、まあ、それは次に行くんやけど、はい。まあ、このワンピースの方もあのチェックの分やけど、まあ、確かに韓国柄というか、あ、韓国でよく見る、そのインスタグラマーでよく見るタイプの。あ、なるほど、うん。ちょっとでも古いかなと、うん。まあ、でもこれからのシーズンにはこう肩出しとかちょうど良さそうですよね。なるほど、まあ、元気良さそうに見えるしね、うんうん。で、あの詳細は書かれてなかったんですけど、はい、赤い靴下、あ、うん、色移りちょっと心配ですね。あとスニーカーがついてきてるみたいですね。これまあデザイン外見はっきりしたことは分からんけど、はい、多分あの昔出た分の。そうですね、おそらくスポーティーラバーフィネスと同じ形ではないかなというふうに思います。まあ、同じではないけど、まあ、多少似たような感じのものが。そうですね、その肩を起こしてくれてるかもしれないなということで、うん。まあ、厚底っぽく見えんからね。そうですね、うん、普通に使いやすそうです、はい。そのまま右に行きます。次スカートですね、はい、ミニ丈のプリーツスカートということで、こっちがさらに短いっていうのが。そうや ね、パッと見た感じスカートの方がさらに短いですよね。これはちょっとその何、下着の方もちゃんとしてなかったら。あー、でもいつものじゃないかな。そうなん、こんな短い、まあ、店パンっていうのはありえんけんね、うん。あの凝ったパンツがついてたらなんかいいそうな気がするので。そっか、あ、でも最終試合の時に並んだらなんか、あ、実はレースついてるとかの可能性もなくはないか。もしくはファイティンミルク の、 そのブランドのパンツがついてるとか。あー、で今ファイティンミルクのブランドっていうのを言ったんですけど、はい、T シャツの方にファイティンミルクブランドのロゴ入りということで。でもバイザーにも入っとるやん。そうですね、あれそうなんやろ、うん。だからこのファイティンミルクっていうのが、うん、多分架空のブランド名なんですよね。そうですね、一応そのまあ韓国の分 の、 その映画とか、はい、そのドラマとか見てたらよくそのアイドル番組とかで、うん、ようこの文字出てくんですよ。あ、そうなんや。ファイティンファイティンって言うんよ、うん。これ頑張れ頑張れの意味が強くて結構向こうでは、うんうん。だけどよくその海外もののサバイバルを見てたらファイティンって言うのやって。ああ、なるほど、結構定番の掛け声なんですね。そうそう、でミルクっていうに関しては、うん、一応韓国 の、 そのまあ女性アイドルグループでちょっと昔におったから、それではないと思うから。ああ、でもひょっとしたら欠けてるかもしれないっていうところ、まあ、万が一やけど、その海外の方のちょっと あまり良くないスラングの方になったら、うん、お前らから金を絞り取ってやるぜっていうんで、そういうことでミルク使う国もあるけど、うん、それではないと思うんで、それではないと思う、うん。まあ、CWC に限ってそれ使うことはないと思うの で、 ので、次にジャケットですね、はい。ジャケットはあくまでこの T シャツスカートとワンピースと両方のスタイルに合うようにということで作られているパープルのジャケットになります。確かにこのジャケットでワンピースもいけるもん ね。でまたこの短いジャケットなので、はい、カジュアル系の時には着回しすごくしやすいと思うので便利だと思いますね。色としては瞳の分からちょっと落とした紫なんかピンクなんかな。一応紫パープルということにはなっているので、まあ、あのジーパンとかでも全然いけますし、はい、T シャツなんかいっぱい持ってる人やったらなんかそれで着回しどんどん楽しめるなとは思います ね。中の T シャツは
これは、裾の方、裾とかその腰の下の方、今ね、あのスカートになんかシャツインしてると思うので、そうや、ね、チャックが柄見えるから、ね、だからなんか裾がどうなってるかっていうの今の段階では見えてないんですけど、一応チラ見せの方ではちょっと赤いラインが入っとるというか、そうですね、裾のところなんかライン入ってるっぽいんですけど、まあ、これがどう変わったかっていうのは分からないので、まあ、あとは半袖かなとだとは思います。じゃああれかな、袖の縁も赤が入っとんかね。あー、その辺は可能性ありますね。首周りも赤入ってるから、首周り赤入ってますもんね。そこまで攻めたらちょっとあれか、ちょっときついかな、赤ばっかりになるけん、うん、出口が全部赤っていうことか。あ、なるほどね、うん、この辺はちょっとわからんね。で最後にピアスですね、はい、ハート型のピアスということで、今回ちゃんと前向いてくれてるんかなっていうのが、まあ、デザイン画ではこうやくて、まあ、紐止めかもしれんしねこれ、うん、でもあのグスマ体制になってから紐止めってなくなってきたじゃないですか。そうですね、やっぱりあの缶を使いながら止めるっていうのが、うん、だからその分なんかあのほどけて落ちるっていうのがなくなったなっていうのはあって、あ、紐をたまにほどけよってもね、スルッと、ね、そういう意味ではなんかちょっと安心やなっていうのはありますね。今回も吊るしっぽいなっていうのもありますし、うん、これもまあ最終仕様が待たれるとこやね、楽しみですね。まあ、こんな感じで一通り見てきたんですけど、はい、私これイラスト見た時にね、うん、スノーかと思ったんですよ。肌色結構白いかね、全体に白っぽい感じのところに赤がパンときとるから、はいはいはい、そのコントラストを楽しむかなと思ったら意外とフェアやったから、まあ、でもこう何落ち着いてみたらそんなに白くないような気もするね、うん、なんかやっぱり周りの色に引っ張られてたんかなとかそういうのも思ったりして、まあ、赤やっぱり入ってくるもんね目にね。だからこの健康的な肌色で金髪でって言ったら、はい、やっぱり欲しい方もそれなりにおられると思うし、まあリップの方もいろいろね、うん、その何、まあ、好き嫌いはあると思うけど、うん、でもまあベタな色やしね。そうやね、うん、そういう意味ではなんか金髪待ってた人はちょっと注目かなっていうところもありますし、あとはあれかな、あの初めて買う人とかすごい金髪でパッツンって買いやすいと思うよ、うん、あーとっつきやすさってありますよね、うん、でまあベタなお人形っていう感じの服装やし、うん、あとはもうなんかとにかく着回ししたい人には、はい、あのスカートあって T シャツあって上着があってワンピースがあってとか、うん、そういうところは気が利いてるなと思うし、まあ、分かりやすいわなこれ、うんうん、だからあのカジュアルでかになんかいっぱいなんかこう用意して、はい、でいろんな組み合わせ楽しみたい方には向いてるなっていうのは思ったりしました。結構4月ってもお花見ったらこんな格好いっぱいおるよ。あー確かにね、本当に、うんうん、で行ってみたら結構寒すぎるんよ道中めっちゃ寒なってくんよいやまあね4月の頭はね4月の末になってきたらだいぶ違いますけどね、うん、過去に出とる人形で金髪でパッツンだ、ちょっとまあパッツンじゃないけど、うん、マーメイド他社なんかはサイドパートで金髪、まあ、色白ではあるけど、うん、スノー肌でしたからね。あれもやっぱ初めて買う人、まあ、正直あれって人魚の衣装いらんっていう方もおられるやん、 あれが好きっていう方もおられるけど、うん、でもやっぱりあれ初心者の方にも好まれとったよ。そうやね、あの子はまあサイドパートやから前髪ありでないとっていう方にはきついところがあるんですけど、うんはいはいはい、他に金髪って最近なんかあった？ねソングオブロンドメアリーはブロンドやったんですよ。あ、難しいな、ブロンドと金髪か、金髪とブロンドの差っていうのがね、ちょっとね、難しいね。で、金髪感っていうんでは、はい、ハローアゲインジュニームニキューティーとかの方がイメージ強いかな。あとはこれあれやね、うん、あのクリクリの状態がどんなんかなと、髪マイトーンが、あーそうですね、ウェーブのかかりが最近もう前髪パッツンでウェーブかかってっていうの多いから、はい、多いね、多分同じぐらいだろうなと思いながらもですよね。かといってメアリーほどかかっとるわけではないんかな、前髪の方、うん、どうなんやろね。どうなんでしょう、なんか前髪がなくるくる上がってくるようになるのかどうかっていうのはこの段階でもわからないし、はいはいはい、あれって時間経たないとわからないじゃないですか。この辺もやっぱり最終の部分の写真が出て、うん、そしてやっぱりその何、またジュニームに行ったら飾っとるやん、うん、各店舗で、うん、それでやっぱりわかるから。そうやね。あとはね、その頭のリボン型のエクステ、これ見た時に私ね、あのコンテストの一番最後のいました、ね、あの猫の子 ね、 猫の子ね、うん、あれ思い出したんですよね。あれうまいこと言っとったよな。そう、だからあのヘアアレンジって得意な人はなんかすごい上手にされるんやけど、うん、私これこんな風にしたらできるんちゃうかな、あれ全然できんわとかいうのを何回かやっとるので、結構何言うん、確かにこの髪型も、うん、あ韓国やなっていうのは分かるんよ。そういうアレンジもあるんですね、うん、よくインスタでこのショートで上がってたから、あー、うん、今度はそういうのを見たらアレンジの仕方自体は分かるんですね。いろいろありますねやり方は、うんうん、まあ、ブライスでやるって言ったらその後頭部の毛がちょっと見えてしまうんであれやけど、あーそっかそっか、なんかサイド残してかい、なんかそれ以外をアップにしてとか、そういう感じになるんかな、うん、そういうアレンジがやっぱりね誰でもが得意じゃないじゃないですか、はいはいはい、だからもう最初から作りつけてきてくれるのすごいあって、エクステでポン付けでできるって言わね、あの難しいのが一発でみたいな感じのところは嬉しくて、うん、だからもうこの辺のセットは気が利いてるなっていうのを今回すごく思いました。だから本当その4月 の、 そのまあ引っ越しシーズンとかまあ受験が終わってとかいろいろあるけど、うん、なんか新しく始める方とか手に取りやすいかなと。そうですね。でまあ例年のパターンやったらここでイラストが出て、うん、はい、だいたい1ヶ月ぐらいで最終が出るじゃないですか。そうですね。ということは3月末ぐらいかなぐらいの感じになって、その日いきなり予約開始っていうパターンがあるけど、うん、まあそんなにこう買いにくいっていうこともないと思うんで。そうですね。で、うん、今回何も書いてないから CWC 限定では
ないと思うので、まあね、イベント会場限定とかそういうのないと思うから、うん、だから多分今年最初にブライスショップに置いてくる分になるとは思うので、まあ、今のところこの確定はできんけどね、多分そうかなということで、ね、うん、まあこれなんか続報がちゃんと出てくれて初めて私たちもなんか、うん、あ店に来るのねってはなるんで、 ね、うん、それをまあなんか楽しみに待ちたいと思います。あとはまああれやね、あの届いたらやっぱ2日間着せっぱなしにして靴下とか T シャツとかちょっと色移りどうなんかをちょっと見たいね、うん、あ、そうですね、クイーン姉さんの黒の靴下はなんか2日は全然余裕やったので、まあそれぐらいはなんか持ってくれるんやったら助かりますね、うん、そしたら今日はこの辺で最後までお付き合いくださりありがとうございました。皆様のお役に立てればと思います。どうもありがとうございました。